じゃあ塊叩きますね。あ、はい。これ結構ね、できないもんなんですよ。肩周りね。そうそう、うん、その座った状態で効かすのがね、難しかったりしますよね。体格なのかな、なんか知んないけど、うん、上手ですよね、うん、手根でグイグイやるやつ。手根がハマるんですよ。それがね、そうハマるんですよ。なんかね、ハマるんですよ。なんかスペシャルかもしれないです、レアかもしれない。あんまりやらないから。ああ、そうなんですか。これガンガンやった方がいいです、はい、おお、すごい効く。逆にそれはあんま効かないですそうそうそう、あの、ね、そう、それが、ね、効いてない、うん、それ、でもこれ凝ってるから分かりづらいんじゃなくて、じゃない、じゃなくて、うん、多分ね、親指で吸収されちゃってるんですよ。あ、本当に吸収、体重が、ね、そうそう、関節が一個親指通るから。そうそうそう、二つぐらい大事関節。これだと効かない。うん、効かない効かない効かない。あ、本当にこっちの方が効く。ああ、それすごい。あ、まあでも得意不得意ありますからね。そうそうね。うん、前から言おうと思ってたんですけど、あんま効かないんだよ。レスラーは言うけどね。そうね、はい、どうもありがとうございます。ご指摘ありがとうございます。それが一番気持ちいいし効くっすね。おお、それすごい。できないもん、それ。なんかでも指効かないって言った後だといや、なんて言うんだろう、逆にすごい効く。おお、効く。それが一番効く。おい、で。あ、痛かったです。大丈夫ですか。そのいい気持ちよさです。痛さですか。はい、うまいんすよ。あれうまいな。なんだそれ。うまいっす。おー、きく。おー、おー、決められた。ラック。ギブギブ。ギブギブ。ノーノー。まあね、あの、まあね、あるんですよ、みんなうまいやつが。でもね、あの三角筋押すのうまいですよね。あ、そうですか。両手でこう、なんかこう、揺らすように、はい、え、どれが。なんかこういうようなそうこれ、そんなことやったっけ。わかんない。揺らすよりもなんかギューって感じ。あ、なんかもみ込むみたいなやつですか。そうもみ込むみたいな。こういうこと、これじゃない。何だったんだっていうのもあれですけど、まあでも、まあこんな感じですかね。はい、どうもありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、よいしょ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。